そうですね、渋谷線はまあ、その相手に、まあ、やられる部分もあったんですけど、まあ、しっかりハードにチームディフェンスが、まあ、うまく機能してできていたんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱりその自分たちがそのリードした時のオフェンスのところで、まあ、連続してターンオーバーだったりとかミスが続いてしまった時間帯があったので、まあ、そこをいかにミスを減らすことができるかどうかっていうのが、まあ、次の勝利につなげるために、まあ、必要なことだと思うので、まあ、そのやっぱりミスをなくしていけば、まあ、もっとそのチームの勝利が増えるんじゃないかなと思います。そうですね、前オフェンスのところはまだまだそのシュート成功率であったりとか そういう部分で足りないなとは思うんですけど、まあ、ディフェンスのところでしっかり足が動いてるなっていうのを感じますし、まあ、相手のキープレイヤーだったりっていうのを、まあ、抑えられるようには徐々にはできているので、まあ、そこは継続しつつだなと思います。そうですね、川崎さんは本当にメンバーがあんまり多く入れ替わってないっていうチームなので、まあ、去年天皇杯優勝だったりとか、まあ、本当にそういう優勝を経験している選手がかなり多く揃っているので、まあ、そういう組織的な部分でもかなり強いと思うんですけど、まあ、僕たちもいかにその洗練されてた組織のチーム相手にいかに出だしでエナジーを出してディフェンスでハードに相手のミスを誘っていけるかどうかっていうのが、まあ、僕たちの明日の勝利につながるんじゃないかなと思います。そうですね、やっぱりディフェンスの部分で自分のマークマンはもちろんそうですけど、他の選手がそのピックでダイブしてきたところを抑えるだったりとか、自分のマーク以外のところでもしっかりディフェンスの貢献をさらにしていきたいなと思います。はい、そうですね、ホーム開幕の2試合以降ホーム開催はあったんですけど、カミス開催だったので、まあ、水戸での試合は本当に1ヶ月ぶりですね。1ヶ月ぶりで本当に久しぶりで、チームとしてもこのアダストリアでプレーできるのを本当に楽しみにしてましたし、まあ、ブースターの方々も本当に楽しみにしてくださってたと思うんですけど、強豪である川崎さんを迎えての試合ということで、本当にブースターの方々も本当に楽しみにしてると思うので、まあ、しっかり僕たちらしいバスケットをしつつ、しっかり勝利をして、ブースターの方々に来てよかったなって思ってもらえるような試合をしたいと思いますので、ぜひお越しに来て応援してください。お願いします。